ったクリスマスパーティー。私たちも大賞をもらったり、本当に楽しかったけど。それが終わると今年の登校日はもうあとわずか。特に3年生は年が明けるとすぐに試験休みです。長いこと通ったこの学校だけど、もう数日でお別れなんてね。あとは単位だけだね。まさか足りないわけじゃ。大丈夫だよね。はい、大丈夫です。彩り緑サードシーズン第7話、時の過ぎゆくままに。二人とも受験勉強は順調？うん、それなりに。私はもう毎日不安で不安で、つい根を詰めすぎちゃうな。アーリン心配性だからね。あ、そうだ、会長は推薦決まったのよね。おめでとう。知ってたんだ、ありがとう。試験休みものんびり音楽の勉強しようと思ってたら、生徒会の二人にバレちゃってさ、いろいろ手伝わされたりしてるんだ。七瀬ちゃんは順調？僕進学はしないから、知り合いのスタジオとか箱を手伝うことにした。親にも負担かけたくないし、それに音楽なら学校よりも現場に学びたいかなってね。受験って柄でもないし。へえ。明坂は？私？実は私まだ決めてないんだよね。この時期に？いや、そういうんじゃなくて、決めてないっていうか考え直したんだ。正直春くらいまでは本当に何も考えてなかったけど、でもこうなれたらいいなっていうの見つかってさ、だからそれに近づく道に進みたい。そうだったんだ。いいじゃん、君らしい。ちなみにどんな道？え、恥ずかしいから秘密だよ。じらすのかい。ダメージだから。ナズナです。今年もメンバー一同頑張りますので、ちょっと何の挨拶してるんです？全然お正月じゃないけど。大人になるとこういう挨拶もできなきゃですよ。な、こちらこそ。9年中は本当にお世話になりまして。お誕生日プレゼントはね、事務所の方に送っていただければ。はい、次回彩り緑サードシーズン、耳を貸すべき。今年の前ヶ原もきっと素敵になりますって。